鈴木敏夫は日本の政治家、元秋田県湯沢市長、秋田県湯沢市出身、秋田県立湯沢高等学校、岩手大学農学部、農学別科地区参戦校科卒業。大学在学中に日本共産党へ入党し、1983年から湯沢市に1991年から秋田県議をそれぞれ2期務める。その後、 2001年の参院選を経て、翌2002年に行われた旧湯沢市長選に出馬表明する。開かれた姿勢を作るみんなの会を、支持母体として、黒塗り公用車の廃止や市長報酬3割カット、市長交際批判減などを公約に掲げ選挙戦を展開。3期目を目指していた現職の二坂信国に2000秒差を、付け初当選を果たし、秋田県初の共産党員市長となる。 当初現職が万弱と見られていただけに、鈴木の当選について、地元メディアである、秋田伊佐尾新報も、まさかの大丼伝外しと報じた。湯沢市、小月町、稲川町、水瀬村の4市町村合併に伴う、新湯沢市長選に立候補し、新人3人を破り初当選。2009年の市長選に再選を目指し、立候補するも、新人の斉藤光義に敗れる。 2013年、市長選に立候補するにあたって、共産党を離党したが、斉藤に再び敗れている。2017年4月9日投開票の市長選に改めて出馬し、現職の斉藤が引退したことで、保守系新人が3名出馬する状態となり、4名での争いとなったが、選挙戦を制し、8年ぶりに市長に復帰することになった。2020年12月、 翌年4月に行われる市長選挙へ立候補せず退任する意向を示した。ありがとうございます。